ギャラリーのロペコです。ピアスとイヤリングをご紹介していきます。まずはこちらのピアスとイヤリングですが、猫ちゃんの部分はレジンで手作りです。お目目はスワロフスキー、モチーフの部分は同じなんですけど、イヤリングとピアスです。ホストタイプのピアス284番、モチーフの部分べっ甲風に仕上げてあります。キラッと光るお目目はスワロフスキー。そして金具はチタンです。285番はオメガタイプのイヤリング、耳たぶにちょこんと挟みます。つけるとピアスみたいです。こちらもべっ甲風の猫ちゃんで、お目目はスワロフスキー。番号89番がピアスで、90番はイヤリング。どちらもモチーフ部分は同じです。89番のピアス、ホストタイプです。90番のイヤリング、金具はネジバネ式です。こちらの2点は蝶々のデザインが下がりますが、蝶の部分はタティングレースで作家さんの手編み。番号149番、こちらは虹のようなお色の蝶々、そしてコットンパールが下がります。ネジバネ式のイヤリング金具、番号145番はラメが入った糸で編んであります。そしてパールは淡水パールです。ネジバネ式の金具、皆さんこんにちは、あたちこごめちゃんです。